皆さん、こんにちは。アクタビートミュージックスクリエイターコーションの滝沢でございます。今回はまたクリスマス特集みたいなやつの番外編みたいな感じで、なぜか歌の解説をすべく、こちらは相模原のベルベットルームスタジオさんにお邪魔をさせていただいております。どの動画でも言ってますけれども、私は歌に関してもそんなに自信があるわけでもなく、この歌ってどういったら上手くなるんですかみたいなことを聞かれても、それは僕が知りたいですみたいな話になってしまうので、その辺の質問は却下します。それよりも、こういうところに気をつけると、それっぽく歌えるよとか、こういうところに気をつけるとなんかいい感じだねみたいな、そんなポイントポイントを話させていただこうかななんていう次第です。とりあえず、まあ、一番大きな壁になるかなと思うのは歌詞ですよね。英語を覚えなければいけないんですけれども、英語苦手な方とかも結構いらっしゃるじゃないですか。そういった方が、まあ、大変かなと思いますけれども、まあ、何度もこの英語を見ながら喋ったりとか、歌ったりとかしていくうちに、自然と見なくても、ぷっと口から出るくらいまで、何度も何度も繰り返していただけると良いかなと。正直、これはコツがあるとかじゃなくて、なんか繰り返ししかないんですよね。丸暗記ということです。でも、それでも丸暗記ができないよという方はですね、カタカナを振ると、ちょっと覚えやすくなるかもしれません。どんな感じでカタカナを振るかっていうと、例えば最初の歌詞って、Dashing Through the Snow じゃないですか。でも、その Dashing Through the Snow をそのまま言葉を見てカタカナに置き換えると、Dashing Through the Snow になりますよね。けど、そうじゃなくて、曲を聴いた感じでカタカナに変換してほしいんですよね。もう単語関係なしです。単語関係なしで。もう文とかも関係なしで、どんな感じで聞こえるかを何回も何回も聞いて、それをカタカナに起こすと。もしかしたら最初は、ダッシー・スー・ザ・スノーかもしれないし、ダッシー・スー・ザ・スノー、ダッシー・スー・ザ・スノー、ダッシー・スー・ザ・スノーかもしれない。2行目の In a One Horse Open Sleigh のところも、In a One Horse Open Sleigh、かもしれない。その次も All the fields we go のところも All the fields we go とか、なんかそんな感じのカタカナかもしれない。サビのところもそうですよね。ジングルベルスとは絶対言ってないですよね。ジングルベルスで、ジングルオールザウェイとも全然言ってないですよね。ジングルオールザウェイみたいな感じ。ジングルオールザウェイ。その後の Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh のところも Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh。 まあ、それっぽく言ってるっちゃ言ってるけども Oh, what fun it is to ride Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh と、この聞こえた感じをそれぞれカタカナに起こして、それを何回も何回も読んだりとかしてると、だんだん、覚えられてきて、リズムが狂ったりすることもなくなるかなと思いますので、もしこれきついでという方は、その空耳みたいな感じでカタカナを起こす作業をしてみてください。そうすると、もうちょっと覚えやすくなると思います。で、その次はちょっとキーについてお話をさせていただきたいんですが、原曲というか、今回僕がこのお配りをしているキーでは A なんですけれども、キーが A なんですが、割と男の子は歌いやすい帯域かなと思います。最後のこのね、Oh, a fight is to ride in a one horse open sleigh のところがちょっと辛いかなって感じですけれども、まあ、最近すごい歌うまい子が多いんで、この辺も全然さっと出しちゃう子もいると思いますし、まあ、割と気持ちよく歌えるキーかなと。で、もし、ボーカルの子が女の子で、もしあなたが女の子で、バンドメンバーで、なんかこの曲やりたいよなんていうふうに思ってたとしたら、バンドメンバーの人たちに2個上げてもらいましょう。2フレット上げる。つまり、キー A からキー B にするということです。そうすると、女性はもっと歌いやすくなるかなと。それ以上、3個とか4個とか上げちゃうといろいろ不都合が生じてしまうので、まあ、気分に応じて2個上げくらいまでやってみても良いかなと思います。ちょっとバンドメンバーさんは大変ですけれども、その辺はボーカルさんのわがままに付き合ってあげましょう。そんな感じでしょうか。歌詞を覚える。そして、難しかったらカタカナに直す。で、キーに関しては、男の子はまあそのままでもいいけども、もし女の子でキー上げたよという場合は2つぐらい上げると良いかななんていう感じでしょうか。他の部分に関しては特に言うことがないんで、こんな感じで終わりにさせていただきたいんですけど、なんか
あるんですかね、伝えるべきことは。まあ、本格的にその、ね、歌の練習とかしたかったら鍵盤練習するといいですね。鍵盤、あのピアノを目の前にして、ギターでもいいですけど、何かしらそのメロディ、正確なメロディを出してくれる楽器ということです。それをこう弾きながら「ダッシュスデデン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 」っていうのをこうメロディ弾きながら口で確認をしていくと、そんな作業をするとそのピッチがどんどん良くなっていきますので、そういった作業も、そういった練習もしたいという方はぜひ鍵盤を活用すると良いのではないでしょうかということです。まあ、これは非常に一般論ですが、以上でございます。じゃあフレーズボーカルの説明に関しては以上です。手短ですがこの辺にて失礼いたします。それでは。